自民党は16日、参院議員特別総会を19日に国会内で開き、安倍派・清和政策研究会の政治資金パーティーをめぐる裏金問題で辞表を提出した世耕広重参院幹事長の辞任を承認する方針を決めた。その場で関口正一参院議員会長に後任人事を一任し、関口氏は人選に着手する方向だ。公認が決まるまるでは、 岡田直樹参院幹事長代行と牧野隆雄同代理が職務を行う同様に裏金問題で辞表を提出した萩生田光一政調会長と高木剛志国対委員長の辞任は22日の党総務会で決まる見通し岸田文雄首相党総裁は公認人事も併せて行う以下はネットユーザーの反応をまとめたものですに続き 党役員からも安倍派がいなくなくるこうした岸田首相の行為は自民党の内部に大きな分断を生む可能性がある自民党内部でこうした裏金に強く関連した疑いの大きい派閥とそれほど裏金に強く関連していない派閥との間の分断である。 自民の最大派閥であった安倍派、そしてそれ以外の派閥との間に現在ではその対応において大きな差を生み出している。党内ではそうした対応に対して不公平であるという意見もある。大揺れに揺れている自民党内部から現在の体制を変えようという意見も起こることも予想される。 役職を引かなければならないほどの問題があるという認識なのに議員は続けても大丈夫というのはどういう神経なら可能なのかよくわからない議員として退いてその結果として役職を退くならわかるけど役職だけやめたところで何か意味があるのだろうか社会的制裁とでも。 実質的に更鉄でも自ら辞任という形式であれば自分で辞めたよねという理屈社会的制裁ではないこれほどの資金問題が明らかになった議員を政府の役職にとどめておくべきではないとは思うただ辞任だけでは済まされると思われても困る確かに更鉄や辞任というのは当然の結果だろうと思うが 辞任だけでは済まされないだろうし自ら議員辞職も行うべきではないかと思う政府の役職をやめることが罪滅ぼしになるわけでもないし保身のためなら辞任も躊躇しないという程度の決断なら言語道断それでも議員として止まるというのならこれからは一個人一人の議員としての説明責任を引き続き果たしていただきたい パーティー券も完全に忖度される道具ですね。仕事をもらうため、コロナ禍の融資を得るため。それによってお金借りれた方は返済しているのでしょうか。忖度されてお金借りて踏み倒されてたらなおさら許せないですね。返せないなら、の歌いですもんね。今は岸田政権だから操作されないけど、自民党派閥は皆裏金問題やってると思う。 それを払拭させたいなら自民党派閥すべての裏金調査を行ってほしいもっと小さな税金でも差し押さえ転引きなど一般市民には相当な取り立て行為を国は行います税金滞納で遺産すら差し押さえします自民党自体で言っている脱税行為はこの何十倍のお金です 剣を購入して応援してくれた方の名前すら記載されなかったかもしれないです麻生も二回もこんな時に必ず出てきていたのに今回は何も語らないおかしいと思わないですか議員を辞めさせないと実質何ら変わらないしばらくすればすぐ役職をあてがわれて何もなかったかの様にまた国民の税金で先生暮らしを謳歌する 満一公民権停止にならなければ忘れずに国民の声を上げ続けたいそして最終的に選挙で落選という公民権停止にしなければ何の意味もない単なる騒動だけに終わる国会議員の選挙は中選挙区から小選挙区に変わったがいっそのこと国会議員は衆参ともに全国区にしてほしい 小選挙区は地元で金をばらまき世襲制がまかり通っている金のある自民党に推薦してもらえれば投票率が低くても当選する国を代表する議員になるのであれば真剣に国政を務めるのではないか地方の1票は国のための票ではない地元民のための票だそれなら県会議員で十分 全国区にすれば全国民が目を光らせダメな人間には投票しない金もかからないし選挙に行く国民が増えると思うけど正清とはが派閥のポリシー恥ずかしくないのでしょうか役職を辞退して訂正すればそれで OK ですか役職についていると批判にさらされるからやめるだけでは 他のの人も書いていてるが国民はがんじがらめの徴収自分たちは抜け道だらけ第三者機関による議員を取り締まる法律を考えないと議員特権はなくならないこれで自民が圧勝したら選挙民は賄賂政治を認めたことになるこの際警庁の電報は格党禁止ここからでも良いから改革してほしい 岸田氏は一国の首相として今回問題を起こした安倍派入閣議員に強い態度で臨むべきであった結果的に裏金閣氏は犯罪であり実刑の対象であるなぜ辞任という形を許したのか結果的に更迭なのか理解に苦しむたとえ派閥力学が働いたとしても背景には巨悪を許さない善良な国民がいる 県の議員を廃業に追い込むくらいの手腕を振るってほしいものだが金額の大小かかわらず裏金は政治資金規正法違反及び脱税行為に他ならない検察は4000万円の壁がどうとか言っているようだが国民感情からすれば金額の大小かかわらず公民権停止となるような罰則は当然ではないか 仮に今回の大騒動でこれを許せば元の木阿弥裏金が正当化されることにもなりかねない検察には毅然とした判断を下してほしいものである参院幹事長を退くとともに参議院議員近畿大学理事長も辞すべきである世耕議員自身の出身の NTT や近畿大学和歌山関連の出入業者等 パーーティ県に限らず密接に複雑に関係していることが想像されるリセットしなければ世襲議員としての負のノウハウがいつまでも継続していくことになるだろう特に森前首相が評価していた近畿大学を前提とした資金力を懸念する近畿大学にいる実定も縁を切ることによってようやくクリーンな大学になることに見通しがつくのではないだろうか 近畿大学の派手な入学式や広報も全て世耕議員や自民党の広報につながってしまう安倍元首相の卒業式スピーチなどはその最たるものではないだろうか公開されている収入だけでも国会議員の中で10位にありそれだけ国民も近畿大学の学生も食い物にされていることである役職を辞任して終わりでは済まない事案だと思いますが 国会議員のこういった事案は法的な処分や処罰が甘すぎますほとぼり冷めないうちに養殖に再度任命され何食わぬ顔して議員として活動する自分でなく秘書がやった経理担当がやったと責任を転嫁するのでしょう一般人が同じようなことをしたら告発されて脱税で逮捕仕事も失い周囲からの信用を失う 国会議員に対しては国民主体で立法するべきだと思う。国会議員が国民の代表とは到底言えないこの状況は変えないといけないと思う。